感じだね。元気だね。どうかな。いい感じだね。体重はバッチリだね。まあまあかな。クエスト達成、やったね。いい感じだね。体重はバッチリだね。はい、何です？今週はレースがあるよ。気合十分だね。お、嬉しいか？よしよし。はい、何です？なんとかここで勝ってほしいね。ただいまより投票受付を開始します。さあ、中京競馬場に拍手が沸きます。歴代ダート王に名を連ねるのは果たしてどの馬でやりましょうか。
スタートを切りました。12頭、12番成田誉がちょっと立ち遅れ、これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。さあ先行争いであります。大隅ジェットが行く構え、11番アーチ、アブクマポーロ、ほとんど馬体が合っています。片野北斗目川この辺り、12頭第1コーナー左にカーブを取ります。外から1頭ビクトリーギャロップ。そしてその後ろから7番ジェントルメン、外を通ってパリスナポレオン、そのうちに待ち金笑うかとちょっとばらけてきました。それから9番名声オペラ、差が開いて2番 MI ブラン、ウイングアロー、12番成田誉れ、流れるようにレースが進んでおります。これが先頭大隅ジェット、前前での競馬アブクマポーロと石崎騎手、その外に片野北斗ベガ、その後ろでやりましょうか、アーチ、そして5番手に5番ビクトリーギャロップでやります。それからジェントルマン、10番プロイバタイ、パリスナポレオン、そして内からは待ち金笑うかと、外を通りまして名声オペラ、場内がどっと来ている、場内がどっと来ています。旗のホットベガは3番手といったあたり、さあ先頭はアブクマポーロが半馬身リード、ムチが飛んだ菅原と名声オペラ、旗のホットメガが3番手、先頭は1番アブクマポーロ、ウィングアロー抜群の手応え、名声オペラが2番手、ウィングアローが差を詰めてくる、ウィングアロー1着チャンピオンズカップ、勝ったのは6番ウィングアローだ。やられた。1着6番、2着9番、3着2番以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。いい感じだね。お、嬉しいか。よしよし。はい、何です？元気だね。いい感じだね。はい、何です？いい感じだね。嬉しいか。よしよし。
感じだね。いい感じだね。はい、何です？元気だね。いい感じだね。はい、何です？いい感じだね。まあまあかな。はい、何です？体重はバッチリだね。まあまあかな。今週はレースがあるよ。元気だね。いい感じだね。はい、何です？お、一番人気。ただいまより投票受付を開始します。ゲートイン終わりました。体制完了。スタートを切りました。12頭、1番ファストフレンド、スタートのタイミング合わなかった。さあ先行争いであります。花を切ったのは6番千葉のパフェ、シルクフェニックスがその後ろ、そして内からは片野ホットベガ、それから5番アブクマレディ、そして外からはケープリズバーン、それからツーノムーティエ、9番プロイバ対石毛光、3番ダイヤモンドクア、その外12番杉野キューティー。その後ろでやりましょうか。マジックリボン、ちょっと離されまして7番北東オーロラ、もう一頭1番ファストフレンド、流れるようにレースと来ています。ハタノホットベガは2番手、先頭はシルクフェニックス、外からハタノホットベガ、完全にこの2頭が抜けた。ケープリズバーン懸命に追う、先頭福永とシルクフェニックス、捉えるかハタノホットベガ、内から1頭シルクフェニックス、ケープリズバーンが先頭に並ぶ勢い、ハタノホットベガ、ケープリズバーン、馬体があったところがゴール板。気を取り直して次行こう。馬がレースから帰ってきたね。いい感じだね。まあまあかな。